はい、こんにちは。えー、てっちゃんはジャーナリスト。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、モンゴル勢の八尾についてお話をしたいと思います。これね、以前あの、相撲協会の外部委員でね、漫画家ののヤクミツルさんっていう人がいたんですけど、この人はね、当時のね、白鵬や春馬富士らの取り組みに、 一定の傾向ががああるる可能性とということを指摘したんですだから白父や春馬富士の取り組みに一定の傾向傾向とまあこんな場合はこうなるんだなこんな場合はこうするんだなっていう一定のね、まあ、全ては100%じゃないと思うんですけど傾向があるということを当時ね薬満さんは挙げてました。 でそれに対して貴乃花親方も不信感を抱いていることは確かだとで名言をしたと。でね、じゃあどういう傾向があるかというとね、これね、えー、っとね、ちょっと微妙なんですけどね、例えば3人の横綱いましたよね、白鵬、春巻富士、で当時、まあ、 元横綱今やりましたけど朝青龍この3人の取り組みについてある傾向があるって言われてるんですよでそれはその場所で成績が先行していたものに、えー、白星が修練していく傾向が強かったつまりねその場所その場所で上の方に行ってる方の人に勝たせるっていうイメージね。 だから例えば3人のうち誰かが優勝をかけた一番を迎えると他の意識が本来の力を発揮していないように見えるというわけです。例えば白鸚が優勝がかかってるとしたらこんな白鸚と対戦した時に、まあ、どうも白鸚が勝つように持っていってるように見えるということを言ってるわけです。だからお金というよりもねその時その時だからうんちょっとね これはね厄光さんとか貴乃花がそう思ってるっていうことを以前例えばね朝青龍が引退後に朝青龍が引退した後にですよ春巻富士が、えー、白鵬に勝って横綱昇進を決めた一番って言われてたこれも疑惑って言われてるそれはえー 春馬富士が横綱に昇進するかしないかって言った時に、えー、白鵬と戦ってねそこで白鵬が勝ってしまうと春馬富士は横綱になれない朝春馬が引退したからこれね二人が横綱するためにはここで勝っちゃいかんという風に思ったんじゃないかという風に言ってるわけです実際わかんないですよだから春馬富士が優勝横綱昇進を決めた時の白鵬戦は白鵬が負けたように見えたと こと言ってんですよであのー、例えば逆にね今度ね春馬富士が優勝し仕掛けた時には、えー、追いかける白鵬は別の人間平幕とやって負けたとかねちょっとねこれ事実は分かんないですけど傾向から見てるんですよね。あのー まあ、傾向的にはそうなんだ,だろうと。で結局結果的に割り置く形になったのが、まあ、日本人横綱の木瀬の里っていう,ふうに言われてもすするんですよねだから春巻富士と白鵬が、まあ、千秋楽の取り組みでどちらかが負ければ稀勢の里との優勝決定,決定戦になるという局面では優勝争いをしている方が勝つ。 決定戦をするるというケースがあるつまり、あの、例えば、あのー、どちらかが負ければって言ったら、だから、これね、結局ね、あのー、日本人の方が割を食うって言うんですけど、特にね、割り食ったのは、稀勢の里あたりじゃないですかね。だって、 横綱ね同士でね、あのー、応援してるわけでしょあの星が先行してる同じモンゴルの人を応援するわけだからそれはね対等の,のその何環境でやってないわけでちょっとね不まあ傾向がねたまたまそういう傾向だったのかどうか分かりません、ね、が、あのー、例えば 以前ね、春馬富士と白鵬の取り組みの中でね、あのー、あの、ヤクさんはね、白鵬とあの春馬富士の戦いの中でね、最初からね、春馬富士は白鵬に攻める様子が全く見られなかったとかね、あのー、 だから春馬富士がね下手をこうやった時にね、えー、耐えるようにトントンと足を運ばせて倒れるあたり私の目には大相撲というよりはいかにも見せ物という感じにしか映らなかったなんかね約3だからこれね相撲ってねやっぱりあんだけ大きな人たちがあのぶつかるのであのね矢穂の裏にはねやっぱね 怪我というものが出てくるんですよだから真剣にやってる時の怪我とそのね中途半端なことをして怪我をするっていうことがよく言われていてねでねだから春馬富士と白鵬が一緒にいる時にはまあまあ朝青龍もね、あのー、星がね先行してる方を勝たせるというそういう傾向にあったと実際わかんないですよ でね、そうなってくると、春馬富士が引退すると、今度、白鵬は、まあ、要は、えー、平幕とかね、下にはいるけど、同じ大、あの春馬富士がいたらね、うまくこう、あできたんでしょうけど、だんだん,ん、きつくなっていくわけですよ、年齢とともにね。でその、モンゴル勢の横綱がいなくなると、今度、縦、まあ、社会なんでね、大関とか平幕の、 モンゴル勢に対して同じことをしてたじゃないかと言われていてで結果的にね僕から見たらね連続で休んで出ては優勝して連続で休んで出ては優勝しててこれあえるのかとこんなことがでねあの実際に強いんかもしれませんけどねこんだけねまあ普通の人の精神だとね疑いをかけられたりね言われたらね もう途中でね、もうさっさと引退しようとかね、相撲界を去ろうとかね、思いがちなんですけどね、だからまあ、朝青龍とかね、春馬富士が相撲界をどういう気持ちで去ったかっていうのは分かりませんけど、白鵬はね、ちょっとね、精神的にめちゃくちゃずぶといなというのがありますよね。うん